はい、清水です、ファンダオ14日目ですね。今日はね、ミャオリーの宿からサンイーってとこに向かいます。天気はどうだ？なんかよくわかんないな。晴れてるか。今日はね、Google マップで距離調べたら15、6キロだったんで、まあ楽勝だと思います。行ってみます。この部屋もね、なかなか快適でした。やっぱ個室はよく寝れますね。じゃあ行こう。はい、はい、ハロー、チェックアップリーズ、グッモーニング。パスポート、パスポート、いや、Thank you、 Thank you、 Bye。 まずはね、朝ごはん行ってみましょう。なんか宿の隣に良さげなお店があるんで、ここに入ってみます。你好、谢谢。很好吃。我也想说嘛，买东西。啊，哎，加欢迎。呀呀呀，对。这看多少人？富山。富山啊，富山嘛。啊，呀呀呀呀呀，哎呦哎呦。他在实习工作。啊啊 ，OK。你在多久？第七三天。十三天。十三天。谢谢。拜拜。さっきの唐揚げバーガーめちゃくちゃうまかったわ。びっくりしたな。というわけで、今から山陰に向かって歩いてきます。なんか鳥居みたいなのがあるけど、なんだろう、日本の神社みたいな感じですよね。一応上まで行っとくか。何があるんだろう、上は。あ、別に何もない。ここを通り抜けろってことかな。厳しいなこれ。 Google マップってこういう道案内しますよね。本当ちょっとやめてほしいんだけど。あー、もう息が切れてきた。めっちゃ階段じゃん。あー、きつい。あー、きついな。ちょっと休憩しないと無理。やっとゴール。もう太ももパンパンだよ。もうよいしょ。合ってるよね道。ちょっと丘になってるんだねここ。あ、ここ大学みたいだね。なんかね、大学の校舎かな。大学の校内横切るルートっていいのかな。ジョーカーピカチュウだね。今日はもうこの坂をひたすらまっすぐ15キロぐらい行くと山陰に着くそうです。トンローが3キロ、山陰が13キロ。あー、今日もきついわ。暑いしさ、この上り坂。水持ってるからいいけどね。まだコンビニがないからなかなか休憩できないだろうな。景色はいいけどね。山が綺麗ですごい。すごいとこ登ってきた。ほんでようやく登りきったかな。今日はね、晴れてて日差しは結構強いんですけど、気温とか気候的には結構涼しくて歩きやすいですね。風が気持ちいい。まあここ山の上だからかもしれないけどね。近くに駅があったんで寄ってみました。ナンシーっていう駅、無人駅なのかシャッターが閉まってます。
度はねものすごい下りが来たよ。はい、こっからねトンルオっていう町になるそうです。ひたすらなんもない道、もう飽きた普通に1時間とかこのまんまだもんね。今日はね距離的には20キロ以下だからどうってことないんですけど、直射日光との戦いだね。日陰がこう全然ないところをねひたすら一本道をまっすぐ歩き続けないかんっていう。まあ今日アネッサ塗ってきたんでね大丈夫なんですけど、暑いよね。でもはい、5 minutes. Thank you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 . My 名片. Oh, good. Ah, thank you. T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 hank you. Bye bye. ちょっと見たいもの。可愛い女の子がこんな美味しそうなパンくれました。シェシェ、毎日1回こういうことがあるんだよね。台湾の人みんな優しいわ。レイテル、なんかちょっとした祭り的なのやってるから寄ってみた。すごい花が綺麗、みんな花見に来てんだね。みんないっぱい花の写真撮ってるね。すごいひまわり、まさか11月にねひまわりを見るとは。バイバイコンビニじゃないけど休憩するとこあった。ちょっと一回休憩しよう。なんだろうこれ、ニガチャ油、クーチャー油。あ、すごい匂い。なんかこの身から作った油みたいな。この日本語なんか間違ってるね。あ、なんか石鹸とかいろんな石鹸が売ってる。台湾国旗の石鹸、ニガチャ油ね、顔に塗ってもいいって。ここでコーヒー買えるみたい。ないよ。え、誰もいない、誰もいないよ。買えないなこれじゃ。あー疲れた。今日はねここまで15キロノンストップできました。途中で休めそうなコンビニとかが一切なくてね、仕方なく一気に来ちゃいましたけど、疲れましたね15キロ。 Later. ここでねしっかり休憩させてもらいました。また出発です。だいぶ足が回復したな。お土産とか持ってければね、石鹸とか良さげだったんで買いたかったんですけど、今回ちょっと諦めます。結構のんびり休憩してたらいい時間になっちゃったよ。急がないと。果てしないね今日は。のどかな道でねいいんだけどね。綺麗だね田んぼが。なんかずっとこんな山道で本当に着く気がしない。今日は走行距離的に楽かなと思ったんだけど、全然全然楽じゃなかったね。結構過酷だった。給水ポイントがないっていうのはね結構しんどい。でもやっとなんか街っぽいのが見えてきた。はい、来ました、サンイーステーション。今日の宿はエアビーで撮りました。で、このサンイーステーションから多分10分かそこら歩いていくと部屋があります。とりあえずここまで来れました。コンビニでビールかとか。
3位はね、こんな街です。割と静かな感じですね。ミャオリーと全然違う。ほんと超ローカルだよね。こんなとこエアビーとかなかったら絶対来ないよな。すごいローカルな感じ。あー、さすがに腹が減ってきた。今日朝食べただけだもんね。これはなんかモニュメント的に作ってあるけど、明日ね、これを見に行こうと思ってます。これの本物ね。どうやらこのお宅らしいんだけど、行ってみるか。Do you know Airbnb? Hey. Yeah, I'm today's guest. I'm going to stay here. Stay here? Yeah, you know Airbnb. No, no live here. Oh, really? Yeah, no live here. You a friend? Not friend, but he rent room. I pay money and... You won't take money? I already paid. Hey. You already paid. I want to stay here. I can help me pay more. すげえとこだな。OK。Shishie, shishie. Do you have a key? No. 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 Okay. You want to find the... Find the... Find the, yeah. Zoru. One person. One person. Today, tomorrow. Today, tomorrow. No, tomorrow. Tomorrow, I'm going to... Yeah, yeah, yeah. Holy, holy. Holy, yeah. Taichung. Holy, Taichung. Yeah. 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 你要出去出去，不用扫了。啊、OK OK。Thank you, thank you。はい、というわけで、なんとかチェックインできました。最初どうなることかと思ったね。Airbnb のね、この家に来たんですけど、なんか出てきたおばちゃんがめっちゃ怒ってんの、なんか。息子さんがこの物件を Airbnb に出してたんだけど、息子さんはね、なんか台北に住んでるらしくて、なんか隣に住んでるおじさんとかが助けてくれて、それでなんとかね、事情を分かってもらって泊まることができました。すごいよ今日の部屋。なんかハブファンって書いてあるけど結構ね適当な感じです早速ちょっといっぱいやろうと思います。今日はね結構過酷だったね。お疲れ様でした。あーうめえ。あの子のくれたパンを食べようかな。お腹ペコペコ。うん、うまい。 Later. ごめん。駅前でなぜか花火やってるよ。はいはい。ヘイ。センキュー、シェシェ。いや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 。シェシェ。あ、What's your name? 陳翔。チェン。チェン。センキュー、センキュー、センキューソーマッチ。チェンさんがね、差し入れ。これたこ焼きに見えるけど。What's this?ジャンユシャオっていうたこ焼きなんだけどちょっと違うみたい。ちょっと早速いただきます。いただきます。うん、looks like perfect たこ焼き but different taste. Today, you gave me mienbao, right? Yeah. I thought you are angel. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Yeah.加油，环岛成功！
谢谢，拜拜。拜，谢谢。